もうお昼ですね。さてさて、なんか作んないといけないんだけどね、ご飯がもうちょっとしかないから。うん、いやいや、大丈夫だよ。じいちゃん来ました。はい。それで、これ作っちゃってね。おい、お前、素材から食うんじゃねえのか、なんて怒られそうですけど。別に、ボールは恥ずかしくないよ、なんて言いながらね。キャベツをね、使っちゃいます。キャベツとブロッコリー、もうブロッコリーもう一個あったわけだよな。作ってる途中のブロッコリーにレタスにネギに、途中ブロッコリーはね、もう使っていいだけなんで使っちゃいましょう。よいしょ。あとは人参かな。人参。人参ね。ソースがこれあまりにもちょっと味はいいんだけど、なんていうの、細胞っていうか生命が溢れてないからね、ダメなんで、ね、どうするかというと、あれまな板ないじゃん。まな板がありませんね。え、なんでまな板もねえぞ。まあいいや、このまな板作っちゃおう。じゃあこのまな板でやっつけちゃいましょうかね。まずキャベツをね、茹でちゃうんですよ、パスタの前に。そうするとね、いいことあるよーと、このぐらいの量をね、茹でちゃいましょう。あ、まいちゃんが取ろうとしてるキャベツ。キャベツ取ろうとしてるんです。あ、取られました。嬉しそうに走っていく姿。可愛いじゃないか、ククちゃん。くっちゃうか、お前。まあこんな感じで、ザクザク。これ、湯がいて、置いときます。炒めるとね、もう完全に味っこがダメよっていうか、強くなりすぎるので。で、一緒に茹でるのに、これね、この人とかもいますから、まさか。これを加えていきましょう。これをね、みんな茹でちゃうね。茹で野菜のパスタソースだらね、なんかあれだよね、ちょっと面白くないよね。こう、なんていうの、あれにありそうだよね。こんなに簡単にできますレシピ集にありそうだよね。これ難しいよ。何バカ言ってんの。まあね、これも入れちゃいますね。パスタでね、パスタシュッてかければいいだけだから簡単っちゃ簡単なんだけど。でも世の中簡単なものなんかないからね。できるだけガンラガラガラと見立ててね、そこからスタートですね。で、これは、ですね、ニンニクが来ましたね。これは、ガーリックオイルにしちゃいますかね。今日ちょっと2通りやってみましょうかね。ガーリックオイルでパスタを炒めておいて、そこにこの野菜たっぷりのレトルト味のパスタをかけちゃうというね、そういう2通りのね。で、パスタ茹でる前にしないとダメだからね。キャベツがないとダメだよね。やっぱどっか農家から盗んでくるとかさ。盗むな。ダメだよ。いや、知ってるよ。まずこのね、人参をちょっと茹でちゃいましょうかね。人参を茹でちゃえ、人参を茹でちゃえ。それで、人参とセロリ茹でちゃおうか。セロリも一回湯に通しましょう。軽くね。セロリも茹でちゃえ、セロリも茹でちゃえ。ほやっぱ。ね、ほやっぱ。こうやって溶くとね、油で炒めた時にいいんだよ。で、キャベツがね、もうちょいガラガラといったら、ブロッコリー先か。ブロッコリーもちょっとあるけど、下茹でですよね、下茹で。茹でられるとこう質量減りますからね。もういいかな。はい、行きましょう。パヤッパー。それで今日はこの秘密兵器やります。秘密兵器パヤッパー。秘密兵器はおおよそここら辺ね。でこれを持って。オリーブオイルがドド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 ときて、弱火ね、弱火にしてこうね、そうするとほらオリーブオイルのたまりができるでしょ。そこのたまりにゴー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 ね、にんにくが入って、肩まで疲れやにんにくくん、そういう感じですよね。肩まで疲れやにんにくくん、肩まで疲れやにんにくくん。はい、このままクスクスと煮えていきましょう。ちょっとごく弱火でいきましょうね。こちらはその間にすごい量だねこれ。もうちょい煮えたところでね、ちょっと塩を入れちゃいますか。ますか、塩入れるの忘れてますか。このパスタ入れますか。こっちは今クチュクチュって言い出してますね。もういいね。これまたレトルトのパスタで煮ちゃうんでね、こんなに一生懸命火をかけないとね。パスタ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 、塩で野菜のパスタみたいな感じでね。すげえな、ちょっとこの量が。ケチャップ入れたりもしますけどね、ここね。はい、 OK ですね。これこのままほっときましょう。加熱が続きます。でこちらはニンニクをゆっくり入れちゃおう。でこっちでパスタくるくるっと回してあげて、それでその隙にあっち側でパスタ入れる。まあ150、200g 近くかな。このぐらい作っとくと、まあ夜まで。3人食いますけど、もう1食ぐらい食いますからね。こっちはパスタを入れていきましょうよ。おー、いい香りだ。これもう火止めておきましょうかね。あとは余熱でいけばいいですね。こちらを8分。8分こっちを茹でていきましょう。すごいね。加熱が続いておる。こここにパスタ入れますんでね、後でね。で、この秘密兵器はしまいます。秘密兵器いっぱいやっぱ。それで、レトルトをちょっと温めておいた方がいいんでね、レトルトも入れちゃいましょう。ゴロゴロミートソースだってさ。そうなの。そういいの。ちょっといろんなものをのっけちゃいましょうか。ちょっとこれも水切れてますね。だけキャベツ入ってるよね。色。まあこうやってレトルトを使うと少しはいいよね。少しはいいよんじゃないの。相当色。勘弁してもらえるの、神様に。はい、もうちょっといきますか。あ、そうだそうだ、その間にやるとね、やっつけちゃいますかね。じいちゃんのご飯、ヨーグルトだね。あれはまた使いますけどね。もうこのぐらい熱くなっていますね。よいしょ。はい、じゃあ入れましょう。よし、じゃあ火をつけます。当然ちょっとね、味は少ない。当たり前。だってこれは何もつけないパスタに入れてちょうどいいぐらいの味わいだからね。それで、コイズ買っておくんですよね。うちはね。それで、おい、あ、いきましたね。これをね、ちょっと混ぜてみます。これだけでもちょっと味わいは足りないけど、レトルトだけでもちょっと味わい足りないっていうね、実に微妙な味わいなんですよね、こういうのってね。で、ちょっと煮詰めないといけないですから、まあこのぐらいあればいいかね。で、ちょっとこっち側からこの茹で汁をね、で汁をこっち側にちょっとだけいただきましょう。ちょっとしょっぱみとパスタのね、うまい味が入ってきますから。でキャベツは煮てあるでしょ、下茹でしてあるから、そこに味わいが入っていきますからね。結構美味しいよ。当然ですけれども、これを両面にしておいて味を見ちゃいましょう。うん、なかなか美味しい。うん、いいお味です。うん、いい感じ。うん、どうしようか。こっち側はこっち側でね、パスタ割りになってますから。パスタは茹でたらそのままこっち入れちゃいますからね。でバリバリっと茹でてしまいましょう。ちょっと弱火で味を今まとめてます。もうちょっと入ってもうまいぐらいかな。でもこんなもんだろう。ゆっくりと茹でていくとゆっくり加熱していくとキャベツの中に味が入ってきますからね。これは麺だ。やっぱこれね、ちょっと使っちゃいましたけど、レトルトだけだとねちょっと味わいが足りないんだけど、ですからで、あとはこうやってこれを目玉焼きでも作ってあげるとちょっといいお昼ですよね。はい、あと1分半ですね。それじゃのちょっと固めでいいですからね。うん、それでちょっと茹で汁は残しておいた方がね、いいですね。で、ガーリックオイルでパスタをコーティングしていって、お父さん大体で切ってきたよ。もうちょいだけどね、もうこっち来ていいよ。はい。これでですね、パスタをいい茶の分を持ってあげて、ニンニクをのせて、こんなでいいかね。年寄りの一人前。で、ここに、このね、乗る。まあそうじゃのう。箸もこっちのでいいからね。漆だと食べにくいから。うん箸出さないでいいよ。ね、そしたらこれね、目玉焼きを。今スパゲティだよ。目玉焼きにキャベツが乗って、キャベツばっかだな。ね、で、はい、今いきますよ。はい、このね、はい、スパゲティとヨーグルトでございます。おお、今箸いくよ。うまそうでじゃろう。はい、じゃあどうぞ召し上がってください。どうぞ。ということで、皆さんも美味しい晩ご飯じゃなくて昼ご飯食べて元気でくださるでございませんか。おいしい？お口に合いますか？うん、よかった。よし、じゃあね。こんな感じで、お昼ちょっと僕もパスタ食べてみたいと思います。じゃあね、バイバイ。